そういえば、あなたはこの戦争についてどう思っているの？少なくとも表向きは平穏だったフォドラに、帝国が戦乱を巻き起こしたこと。突然なんだよ。何かあったのか？いえ、ただ聞いたことがなかったと思って。あなたはなかなか得意な立ち位置でしょ？そんなあなたに帝国がどう評されるのか、少し気になっただけよ。必要なことだったんじゃないか？平穏って言ったって、人殺し程度のことはそこらでいつも起こってた。傭兵の仕事が絶えないくらい、族が現れて、貴族が争って、火種はたくさんあったさ。人はそれだけ死ぬが、その分救われる奴だって大勢いるだろうよ。随分と割り切った答えね。お前の言う、得意な立ち位置ってやつだからじゃないか？それなら、あなたが傭兵じゃなければ返答は変わったのかしら。そりゃ、例えば俺が農家なら、戦争は勘弁してほしいだろうな。いくら何年後、何十年後の未来の帝国が素晴らしい国になってるとしても、戦争に働き手を取られたり、土地を踏み荒らされたりしたら、激怒するさ。でもお前は、俺たちは、それを承知の上で戦い続けてるんだろ？ええ、そうよ。なんというか、あなたは本当に、冷めているわね。傭兵生活が長いからかしら。それとも、もともとそういう性格なの？まあ、長いこと傭兵やってるからかな。仲間が死ぬのもしょっちゅうだったし。人には言えないような仕事だって、いろいろと受け負ってきた。へえ、そうなの。どんな生活を送ってきたのかしら。そんな面白い話はないって。面白いかどうかは関係ないわ。必ず聞かせてもらうから、覚えていて。別に構わないが、面白くなくても怒らないでくれよ。あのね、別に私は怒りっぽくは。いえ、何でもないわ。お、エーデルガルト、いたか。少し話せるか。ええ、構わないわ。どうしたの？アンバルでセイロス騎士団を撃退した後、ヒューベルトに色々言われただろう。それで俺も考えてたんだよ。どうしたら信頼を得られるかってな。私もヒューベルトも、あの一件以来、あなたを疑ったことはないわ。あなたの働きには、いつも感謝しているの。だから、無用な心配だと思うのだけれど。だが、闇にうごめくものが、またいつ現れるかわからない。そんな状況で、漫然と過ごしてるのは、何か違うと思ってな。それなら、何を考えたというのかしら。ああ、とにかくお前を守ることが一番なんじゃないかと思った。教団も、闇にうごめく者も、皆エーデルガルトを狙ってる。それは、お前がいる限り、戦争は一直線に終結に向かい、そして帝国が勝つからだ。お前を守り続ければ、ヒューベルトは何も文句を言えないだろうし。その結果、戦争が終わっちまえば、もう俺を信頼するしかないだろ？それは、そうかもしれないけれど。私を守り続けるということは、ずっと私の一番そばに居続けるということよ。信頼を得ないといられない場所に、信頼を得るためにいるというのは、本末転倒では。そいつはわかってる。だが、やらなきゃならないと思ったんだよ。最悪、盾代わりでも構わない。
エーデルガルト、頼む。いいわ、好きにしてちょうだい。ヒューベルトには私の方から適当に言っておくから。そもそも闇にうごめく者は他の誰かになりすませる力を持っているの。誰を近くに置いたって裏切られる危険はそう変わらないわ。ありがたい、ダメ元で頼んでみてよかったよ。でもなんでそんなに信頼を得たいの？自分の命をかけてまで。お前、俺の人生を散々変えといてそういうこと言うか？身寄りもない大した実績もないただの傭兵を一軍の長に抜擢して、破格の待遇と多くの頼もしい仲間と他にもいろいろなものを俺はもらってる。それはあなたに才覚があったからで。今までの帝国じゃ才覚があったってそんなこと許されなかったんだろ。お前が変えた世界のおかげで確かに救われた男がここに一人いるんだ。朗報よ、闇にうごめく者の拠点をまた一つ潰せたわ。そりゃよかった。やっぱりあの男だったのか？ええ、でもよく気づけるわね。ただの密偵ならともかく闇にうごめく彼らに。噛んだとは言えないな。俺の力のせいなんだろうよ。連中の使う魔導は俺の力とよく似てる。それを感じられるんだ。これもヒューベルトがいろいろと俺の力について調べてくれた成果だよ。不思議なものね、あなたがそんな鍵を握っていたなんて。でも思い返してみれば、闇にうごめく者との決別はもしかしたらあなたとの出会いがきっかけだったのかもしれない。俺がきっかけ？どういうことなんだ？いろいろと難しい状況だったのよ。帝国には闇にうごめく者が救っていて、私は犠牲に目をつむりながら戦いの準備を進めざるを得なかった。そんな時にあなたが急に現れて、事態を打開する機会が到来したの。あなたの存在は私にとって大事な歯車の一つとなってくれた。最後の一押しに。そうか、意図したもんじゃないが、結果お前のためになったならよかった。だがそれならそれで、あんなに疑われてたのは納得いかないな。それはそうかもしれないわね。私が間違っていたわ。でもそうして偶然出会った帝国に何のしがらみもないあなたが、私たちと共に戦ってくれる存在になるのは嬉しいものよね。そう言われると心苦しいな。最初は単なる報酬目当てだったし、皇帝なら当然金も持ってるだろうと。そういうことは別に明かさなくていいのよ。あとはあれだな、俺の腕を随分評価してくれただろう。気高そうな割に傭兵風情と見下さない珍しいやつだなと思ったんだよ。それは明かしてくれてもいいけれど、ちょっと気恥ずかしいわね。だがあながち的外れじゃなかっただろう。そう思ったからこそ今の自分があるんだ。俺はこの道を選んだことを後悔してない。それだけさ。よし、気合い入れていくぞ。この戦争もあと少しのところまで来てる。お前の波動を最後まで俺も一緒に歩かせてもらうからな。この道の先を
皆で見るわ。必ず。そういえば、あなたはこの戦争についてどう思っているの？少なくとも表向きは平穏だったフォドラに、帝国が戦乱を巻き起こしたことを。突然どうしたの？何かあったのかしら？いえ、ただ聞いたことがなかったと思って。あなたはなかなか得意な立ち位置でしょ。そんなあなたに帝国がどう評されるのか、少し気になっただけよ。必要なことだったんじゃない？平穏って言ったって、人殺し程度のことはそこらでいつも起こってたわ。傭兵の仕事が絶えないくらい、賊が現れ、貴族が争い、火種はたくさんあったもの。人はそれだけ死ぬけど、その分救われる人だって大勢いるでしょ？随分と割り切った答えね。あなたの言う、得意な立ち位置ってことだからじゃないかしら。それなら、あなたが傭兵じゃなければ返答は変わったのかしら。そうね。例えば私が農家なら、戦争は勘弁してほしいわ。いくら何年後、何十年後の未来の帝国が素晴らしい国になってるとしても、戦争に働き手を取られたり、土地を踏み荒らされたりしたら激怒するわよ。でもあなたは、私たちは、それを承知の上で、戦い続けてるのよね。ええ、そうよ。なんというか、あなたは本当に、冷めているわね。傭兵生活が長いからかしら。それとも、もともとそういう性格なの？長いこと傭兵やってるからかしら。仲間が死ぬのもしょっちゅうだったし。人には言えないような仕事だって、いろいろと請け負ってきたわ。へえ、そうなの。どんな生活を送ってきたのかしら。そんな面白い話はないわよ。面白いかどうかは関係ないわ。必ず聞かせてもらうから、覚えていて。別に構わないけど、面白くなくても怒らないでね。あのね、別に私は怒りっぽくは。いや、何でもないわ。お、エーデルガルト、いたわね。少し話せる？ええ、構わないわ。どうしたの？アンバルでセイロス騎士団を撃退した後、ヒューベルトに色々言われたでしょ？それで、私も考えてたのよ。どうしたら信頼を得られるかって。私もヒューベルトも、あの一件以来、あなたを疑ったことはないわ。あなたの働きには、いつも感謝しているの。だから、無用な心配だと思うのだけれど。けど、闇にうごめく者がまたいつ現れるかはわからない。そんな状況で漫然と過ごしてるのは何か違うと思っちゃって。それなら何を考えたというのかしら。ええ。とにかくあなたを守ることが一番なんじゃないかと思ったの。教団も闇にうごめく者も皆エーデルガルトを狙ってるわ。それはあなたがいる限り、戦争は一直線に終結に向かい、そして、帝国が勝つからよ。あなたを守り続ければ、ヒューベルトは何も文句を言えないだろうし。その結果、戦争が終わっちゃえば、もう私を信頼するしかないわよね。それは、そうかもしれないけれど。私を守り続けるということは、ずっと私の一番そばに居続けるということよ。信頼を得ないといられない場所に、信頼を得るためにいるというのは、本末転倒では。
それは分かってる。けど、やらなきゃいけないと思ったのよ。最悪、盾代わりでも構わない。エーデルガルト、お願い。いいわ、好きにしてちょうだい。ヒューベルトには、私の方から適当に言っておくから。そもそも、闇にうごめく者は、他の誰かになりすませる力を持っているの。誰を近くに置いたって、裏切られる危険はそう変わらないわ。ありがとう。ダメ元で頼んでみてよかったわ。でも、なんでそんなに信頼を得たいの？自分の命を懸けてまで。あなた、私の人生を散々変えといてそういうこと言う？身寄りもない、大した実績もない、ただの傭兵を一軍の長に抜擢して。破格の待遇と、多くの頼もしい仲間と、他にも色々なものを、私はもらってる。それは、あなたに才覚があったからで。今までの帝国じゃ、才覚があったってそんなこと許されなかったんでしょ？あなたが変えた世界のおかげで、確かに救われた女が、ここに一人いるのよ。朗報よ。闇にうごめく者の拠点を、また一つ潰せたわ。それはよかったわ。やっぱりあの男だったの？ええ。でも、よく気づけるわね。ただの密偵ならともかく、闇にうごめく彼らに。勘よ。とは、言えないわね。私の力のせいなのかしら。連中の使う魔道は、私の力とよく似てる。それを感じられるのよ。これも、ヒューベルトが色々と私の力について調べてくれた成果よ。不思議なものね。あなたがそんな鍵を握っていたなんて。でも、思い返してみれば、闇にうごめく者との決別は、もしかしたら、あなたとの出会いがきっかけだったのかもしれない。私がきっかけ？どういうことなの？いろいろと難しい状況だったのよ。帝国には闇にうごめく者が救っていて。私は犠牲に目をつむりながら戦いの準備を進めざるを得なかった。そんな時にあなたが急に現れて、事態を打開する機会が到来したの。あなたの存在は私にとって大事な歯車の一つとなってくれた。最後の一押しに。そう。意図したものじゃないけど、結果あなたのためになったならよかった。けど、それならそれであんなに疑われてたのは納得いかないわね。それはそうかもしれないわね。私が間違っていたわ。でも、そうして偶然出会った、帝国に何のしがらみもないあなたが、私たちと共に戦ってくれる存在になるのは、嬉しいものよね。そう言われると心苦しいわ。最初は単なる報酬目当てだったし、皇帝なら当然金も持ってるだろうと。そういうことは別に明かさなくていいのよ。あとはあれよ。私の腕を随分評価してくれたでしょ？気高そうな割に、傭兵風情と見下さない珍しい人だと思ったのよ。それは明かしてくれてもいいけれど、ちょっと気恥ずかしいわね。でも、あながち的外れじゃなかったわ。そう思ったからこそ、今の自分があるの。私はこの道を選んだことを後悔してない。それだけよ。
よし、気合い入れていきましょう。この戦争もあと少しのところまで来てる。あなたの波動を最後まで私も一緒に歩かせてもらうわよ。この道の先を皆で見るわ。必ず。